カルナータカ大使は、ムガル帝国の南インド、カルナータカ地方の地方長官、つまり大使。アルコットに主府を置いたことから、アルコット大使あるいはアルコットの代官とも呼ばれる。1681年以降、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブは、デカンに遠征し、ビジャープル王国、ゴールコンダ王国を滅ぼし、マラータを南に押し返した。その結果、帝国の領土は南インドにまで広がった。アウラングゼーブは南インドにまで至る広大な半島を統治するため、1692年にカルナータカ大使の役職を設置することを決め、ズルフィカール・ハーンを初代カルナータカ大使に任命し、アルコットを主府に統治させた。晩年のアウラングゼーブ1707年に、アウラングゼーブが死ぬと、ムガル帝国の広大な領土では、反乱が相次ぎ、1713年に、ムガル帝国内で、ジャハーンダールシャーとファルフシアルが帝位をめぐって、争うと、カルナータカ大使サーダトゥラー・ハーンは、帝国から独立し、地方政権を樹立した。これにより、南インドの広大な半島が、ムガル帝国から消え去り、この地に帝国の支配は及ばなくなってしまった。とはいえ、歴代の君主は、名目上は、帝国の主権を認めていた。サーダトゥラー・ハーンの治世初期には、北インド出身のラージプートである、ディーシングがシェンジを拠点に反旗を翻し、反乱は1714年10月3日に、彼が殺されるまで続いた。サーダトゥラー・ハーンの治世で注目されるのは、ムガル帝国の許可なしに、甥のドースト・アリー・ハーンを後継者に指名したことだった。また、1724年には、南インドの他の勢力とも連携して、マイゾール王国の首都、シュリーランガパッタナを包囲している。アーサフ・ジャー・カルナータカ大使は、南インドに広大な領土を領有したため、マイソール王国、タンジャーブール・マラーター王国、マドライ・ナーヤカーサをはじめとする諸勢力と争った。ドースト・アリー・ハーンの治世、その娘婿であるチャンダー・サーヒブは1736年にマドライ・ナーヤカーサを滅ぼし、半島の拡大に成功している。さらには、チャンダー・サーヒブは、この勝利に乗じて、タンジャーブール・マラーター王国の領土にさえ攻め入り、1739年には、その君主シャーフージー2世を大位に追い込んだ。だが、次の君主プラタープ・シングの治世、1740年に強力なナーグプル公、ラグージー・ボーンスレーが援助のために大軍を率いて南下した。同年5月20日にカルナータカ大使軍は応戦したが敗北し、ドースト・アリー・ハーンは殺害され、アルコットも占領された。ドースト・アリー・ハーン殺害後、その息子、サフダル・アリー・ハーンと娘婿チャンダー・サーヒブとの間に大使をめぐる争いが起き、前者がラグージー・ボーンスレーの支持を得て、11月16日に新大使となった。一方、チャンダー・サーヒブは兄下、ティルチラーパッリーに籠城したが、1741年、初頭にティルチラーパッリ包囲戦で捕虜になり、マラーター王国の首都、サーターラーへと送られた。アンワールッディーン・ハーン1742年10月13日、サフダル・アリー・ハーンはいとこ。ムルタザー・アリー・ハーンに暗殺されたが、ニザームがこれに介入した。これにより、サフダル・アリー・ハーンの幼少の息子、サーダトゥラー・ハーン2世が大使を継ぎ、その後見役に、ホージャ・アブドゥラー・ハーンが任命された。また、ニザームとカルナータカ大使の軍勢は、ティルチラパッリのマラーター勢力を包囲し、8月29日に、これを占領しただが、1744年3月に、ホージャ・アブドゥラー・ハーンが暗殺されると、ニザームの代官アンワールディーン・ハーンが大使の後見役となった。同年7月には、サーダトゥッラー・ハーン2世も暗殺され、ナワーヤと朝の直系の血筋が絶えると、アンワールディーン・ハーンがニザーム王国により、新大使に任命され、アンワーリー・朝が成立した。これに激怒したのが、ナワーヤット家のチャンダー・サーヒブだった。彼は、サーダトゥラー・ハーン2世の義理の叔父で、ドースト・アリー・ハーンの娘婿である自分こそが、新大使にふさわしいと思っていた。これにより、ナワーヤット・アサとアンワーリー・アサとの対立が生じ、当時インドの覇権をめぐって争っていたマドラスを拠点としたイギリス、ポンディシェリを拠点としたフランスの争いが持ち込まれ、同年に第一次カーナティック戦争が勃発した。イギリスとフランスは南インドの地で4年にわたり争い、フランスはジョゼフ・フランソワ・デュプレクスの元優勢に戦い、1748年10月にヨーロッパの戦争が終わると、第一次カーナティック戦争も終結した。この戦争では、現地勢力はあまり関与しなかったが、アンワール・ティン・ハーンがマドラス陥落の直前に援軍を送ったことで、これ以降戦争は現地勢力も巻き込んでいくこととなった。アンブールの戦い道1748年、デカンのニザーム王国でもアーサ・フジャー一世が死亡し、息子のナーシル・ジャングと孫のムザッファル・ジャングが王位を争っており、デュプレクスはこれに目をつけた。また、同じ頃にマラウター本国で幽閉されていたチャンダー・サーヒブも解放された。また、イギリスとフランスはカルナータカ地方政権とニザーム王国の内部争いに関与し、デュプレクスは、チャンダー・サーヒブやムザッファル・ジャングと結ぼうとし、チャンダー・サーヒブもアンワール・ティーン・ハーンから大衆を奪おうと狙っており、これに参加した。そして、1749年8月3日、フランス、チャンダー・サーヒブとムザッファル・ジャングの連合軍は、アンワール・ティーン・ハーンの軍をアンブールで破り、アンワール・ティーン・ムハンマド・ハーンは殺害された。アンワール・ティーン・ハーン殺害後、その息子、ムハンマド・アリー・ハーンが新大主となったが、チャンダー・サーヒブも大主を戦死、二人の大主が両立する形となった。ムハンマド・アリー・ハーンは、イギリスと結んで、ティルチラッパリー城に逃げ込み、第二次カーナティック戦争が勃発した。1751年から1752年にかけて、チャンダー・サーヒブは、フランスの援助のもと、ムハンマド・アリー・ハーンの籠城する、ティルチラッパリ城を攻めた。だが、この包囲に兵員の大部分を割き、首都アルコットが手薄となっていたため、1751年12月にイギリスのロバート・クライブに奪われてしまった。1752年4月には、チャンダー・サーヒブ自身も敗れ、タンジャーブール・マラーター王国に援助を求めたが、同年6月に裏切られて殺害された。その後、デュプレクスは善戦したものの、1754年8月に戦費の問題から帰還させられ、10月に和議が結ばれた。ムハンマド・アリー・ハーンの治世は46年に及び、カルナータカ地方政権は依然として南インドに広大な領土を領有していたが、彼はムガル帝国の主権を認め、皇帝シャー・アーラム2世と書簡のやり取りをしていた。1760年、ムハンマド・アリー・ハーンは、皇帝シャー・アーラム2世より、ワッラージャーの称号を賜った。この称号は、彼の一族の家名である、ワラージャー家となり、アンワーリー・アーサは、別名ワッラージャー朝とも呼ばれるようになった。だが、ムハンマド・アリー・ハーンは、第二次カーナティック戦争中に、イギリスから軍事的援助を受けていたが、その援助にかかる費用は、ムハンマド・アリー・ハーンが負担することとなっていた。その上、イギリスはカルナータカ大主があまり関与していない第三次戦争に関しても大主の領土の保全に尽力したと主張してその支払いを求め、イギリスに対して巨額の負債を抱え込むこととなった。また、ムハンマド・アリー・ハーンはイギリス東インド会社のみならず、東インド会社の幹部、ヨーロッパ人の商人、インド人の商人などの個人からも多額の借金をしていた。第二次戦争中、ムハンマド・アリーはマイソール軍の援助も受けていたが、1752年にマイソール側のティルチラーパリの割譲要求を断ったため、マイソールは途中からフランス側と同盟する事態にも陥っていた。両国は戦争終了後もティルチラーパリ周辺で争い、1755年4月にマイソール側が諦めて撤退したものの、これ以降長く対立が続くこととなってしまい、その脅威に怯えなければならなかった。ムハンマド・アリー・ハーンは自身の地位を守るため、イギリス軍を駐留させておかねばならず、その駐留費は莫大なものとなって負債に加算された。ついにはイギリスも対策を考え、第三次戦争終結後の1763年10月16日にマドラス周辺の土地一帯をジャーギールとして割譲させた。また、1767年にはアルコットからマドラスへと主婦を移した。1773年9月17日、ムハンマド・アリー・ハーンは財政難を打開するため、マドラスの東インド会社職員らの援助を得て、タンジャーブール・マラーター王国を併合した。だが、併合後も財政は悪化し続け、さらには、私的債権者である東インド会社の職員らとの癒着も指摘、不当な併合に対して会社の内外で批判が高まる結果となった。そのため、1776年4月11日、タンジャーブール・マラーター王国はイギリスによって復活し、その君主トゥラジャージー2世は復位したため、この併合は何の意味もなさなかった。ハイダル・アリー1767年以降、南インドでは、イギリスとマイソール王国との対立から第一次、マイソール戦争が起こっていたが、ムハンマド・アリー・ハーンは、マドラスを拠点としたイギリスに協力していた。だが、マイソールの支配者ハイダル・アリーは、ムハンマド・アリー・ハーンがイギリスと同盟していることに、不満で、戦争中にカルナータカ大主の領土に進撃し、1769年3月には、マドラス近郊まで進撃した。そのため、1780年5月に第二次マイソール戦争が勃発すると、7月にマイソールのハイダル・アリーは、カルナータカ地方政権の領土に8万の大軍を送った。11月3日に、旧都アルコットは占領され、1784年に戦争が終結するまで、カルナータカ地方政権の領土で、ほとんどの戦いが行われたが、その間に国土は略奪。破壊された。ムハンマド・アリー・ハーンとイギリス人、ムハンマド・アリー・ハーンは、マイソール王国の軍を撃退するために、イギリスに対して莫大な支払いを余儀なくされたが、負債の肥大はさらに増してゆき、ついには政権の崩壊すら危うくなった。そのため、1781年にイギリスは、マイソール戦争の戦費を要求しない代わり、その全領土の徴税権を譲り受け、イギリス自ら徴税に当たることにした。第二次マイソール戦争終了後、1785年にムハンマド・アリー・ハーンは戦争時の臨時戦費を負担することで徴税権を回復した。だが、1790年に第三次マイソール戦争が勃発すると、イギリスは臨時戦費の支払い能力がないことを理由とし、再びその徴税権を接取した。第三次マイソール戦争が終結すると、1792年7月12日に、ムハンマド・アリー・ハーンは、平時の戦費負担、反自律的領主、ポリガールからの功能による徴収をイギリスに収めることで、なんとか徴税権を獲得した。だが、これにより、外交権の放棄が定められてしまい、事実上大主の領土は、イギリス保護下に置かれた。マドラス管区1795年10月、ムハンマド・アリー・ハーンの死後、その息子ウムダトゥル・ウマラーが大主位を継承した。1799年の第4次マイソール戦争では、イギリスに味方するように見せかけて、マイソール側に密かに物資を供給するなどして、加担したものの、マイソール王国は敗北してしまった。第4次マイソール戦争終結後、ウムダトゥル・ウマラーはイギリスに、マイソール戦争での関与を執拗に疑われ、彼自身は否定し続けたが、1801年7月15日に急死した。イギリスはすぐさま、同年7月31日に、後継者である甥のアズイーム・ウッタウラとカーナティック条約を結び、マイソール王国への協力を理由に、大主の全権と全領土を奪い、その代わりに莫大な年金をあてがうこととなった。こうして、カルナータカ大主とマイソール王国の二大勢力が制圧された結果、19世紀初頭の南インドは、イギリスの支配するマドラス管区と、マイソール藩王国、トラバンコール藩王国、コーチン藩王国などイギリスの保護国などによって、形成されるに至った。1801年以降、アズイーム・ウッタウラとその家族は、年金生活者として暮らすことを余儀なくされたが、そのあてがわれていた年金もその孫、グラーム・ムハンマド・ガウス・ファーンが1855年10月に死ぬと、執権の原理によって停止された。ありがとうございます。